皆さんこんにちは。日本すっぴん協会会長の佐々木です。スキンケアを一から学んでいくすっぴん美肌塾、5時間目の今回は洗顔のやり方についてご紹介したいと思います。クレンジングの時に落とすケアがすごく大切ですよというお話をさせていただいたんですが、洗顔もやり方を変えれば肌が変わると言われるくらいすごく大切なものになるので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。では最初に洗顔をする時のポイントを5つ見ていきたいと思います。まず1つ目、泡を立てる時は泡立てネットを使ってレモン1個分くらいの大きさの泡を立てましょう。ポイント2つ目、顔に泡をのせる時は皮脂量の多いところからのせましょう。ポイント3つ目、顔を洗うときは肌をこすらずに泡を使ってモフモフ洗いをしましょう。ポイント4つ目、すすぎは優しく丁寧に行いましょう。で最後のポイント5つ目は肌を拭くタオルは肌に優しいものを選びましょう。この5つのポイントに注意しながら実際に洗顔をやっていきたいと思います。では泡立てネットを使って泡を立てていきたいと思います。泡立てネット使うのめんどくさいと思う方もいらっしゃるかなと思うんですけど、先ほどお伝えしたレモン1個分の泡を立てようと思うと手でやる方が時間がかかってしまうので、泡立てネットやっぱり1個持ってると便利かなと思います。で泡を立てるときはこう洗顔料を出して一回水をつけてこのように泡を立てたら少しずつ水を足して泡立ててあげてください。いっぺんに水を大量にこう入れてしまうとそれで洗顔料が流れてうまく泡が立たなかったりするので、本当に少量ずつ水を足していくというのがポイントになります。泡立てネットを使っていただければレモン1個分の泡って結構すぐに作れるかなと思うので、あとやっぱり泡の立ち方が全然違うと思うので、ぜひ泡立てネットを使っていただきたいなと思います。レモン1個分より多めにできましたが、あっという間にこれぐらいの泡はできます。でご自身で泡を立てていただく時も泡立てネットで少しずつ水を足しながらこれぐらいの量を目安に泡を立てていただければと思います。でポイントの2つ目なんですが、皮脂量の多いところから泡をのせていってください。先に乾燥しやすい頬とかにのせてしまうとやっぱり先にのせたところが長時間洗顔料を置くことになるので、本当に少しの差ではあるんですが T ゾーン、顎で両頬という順番にのせていただくのがいいかなと思います。では先に T ゾーンからのせていってその後に顎で両頬にのせます。でここからがポイントの3つ目になるんですが、この時に肌をこうぐるぐるっとこすったりせずに泡のクッションでモフモフというふうにこういう感じで押し洗いをしてください。こう押して洗っていきます。洗顔料に含まれている洗浄成分がお肌の汚れを浮かせて落としてくれるので、わざわざこう自分たちでこうやってグリグリっとやったりする必要はあまりないかなと思います。本当に優しく丁寧にモフモフ洗いをしてあげてください。この時も洗顔料を顔に長時間置いておくのもあまり良くないので、1分以内を目安に洗顔をしていただければと思います。ではここから洗い流していきます。洗顔料すすいできました。ちょっとすすぐところがお見せできなかったのですすぎの時のポイントをお伝えすると、すすぐ時はこう水をこうバシャバシャとかけたりとかシャワーでこう洗い流したりするのではなくて、こう手のひらで水の池を作ってそこにこう顔を当てていくようなイメージで洗ってください。で このサイドとかを洗う時はこうやって洗い流すのではなく、こう顔をちょっと横に傾けてこのように洗っていただくとすすぎ残しなどがないかなと思うので、水の池にこう顔を当てていくようなイメージで顔全体をすすいでいただければと思います。で最後ポイント5つ目なんですが、顔を拭くタ
タオルはお肌に優しいものを選んでください。で拭く時もゴシゴシとしたりせずに、こう本当にタオルに顔を当てるようなイメージで優しく拭いてください。これはもうクレンジングと過程は同じです。タオルは優しいものを選んで優しく顔を拭いてあげるという風にしていただけると、お肌に摩擦を与えずにいいかなと思います。以上が洗顔をする時のポイントになります。で私はこれぐらい優しく丁寧にお肌をこう洗うようになってから、本当にお肌が柔らかくなって変わってきたなという風に感じています。やっぱりこう優しく扱ってあげるとお肌も優しくなってくるのかなというふうに思っているので、洗顔ってこう毎日のことなので、自分の肌をいたわる時間の一つとして洗顔をしていただければいいかなと思います。今回の動画が面白かった、参考になったという方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。またスキンケアとかベースメイクに関してこういうものが見たいとか、こういうテーマを取り上げてほしいなどあれば、ぜひコメント欄に書き込んでいただければと思います。ではまた次の動画で。